では続いてやってまいりました。こちらは？こちらは台場海域学校さんです。もう学校はい、まあ、あの見ての通りお化け屋敷です。マジか。はい、あの今回この番組に出演するにあたって、はい、相田さんのやりたいことをいくつかっていう風にアンケートとか、はい、言っていただいて、はい、まあ、私は第一希望でお化け屋敷を挙げさせていただいたんですけど、はい、あげたんですけど私もめちゃくちゃ苦手なんですよ。どうしてですか？めちゃくちゃお化け屋敷苦手で、でもホラー映画とかホラーものはめちゃくちゃ好きなんですよ。あ、なるほど。そうゲームとかそれ映像とかだったら大丈夫ってことですか？そうめちゃくちゃ大好きで、でも自分が体感するのはすごく苦手なの。もう私だから何年も入ってない。え、私もあの保育園の時に、うん、あの年中さんみたいな時に、うんうんうん、先生がわーってやるみたいな体育館で、それで号泣、うん、あ、じゃあ大丈夫だよ。何の根拠で言われたでしょうか？そうだから私はずっとなんかいろんなところで今年こそはお化け屋敷を克服したいですってずっと言ってきたの。だからちょっとそれにアグポンにちょっと付き合ってもらいたいなと思って、私の克服に。アグリーだからあの、うん、そうですね、うん、でもアグポン、はい、いけると思ってたの勝手に。え、なんか意外となんか涼しい顔して入っていきそうって思ってたの私は。思ってた以上に怖がってるから私大丈夫かな。なんならね、台本読んだ時に大西さん厳しかったら相田さんのみで結婚って書いてあって、私も家で震えてた。もう、もうね、そういうラインが来て何が何でも大西入れるぞと思って私は来たの今日。大丈夫大丈夫大丈夫、2人だったら大丈夫。もう今日2人で頑張って、苦手じゃないです、いつでもそういう仕事行けますっていう。あ、あ、な、言葉が出てこない。特技を特技にしよう。特技に。うん、確かに私今年特技見つけたい目標なんです。いいじゃん、いいじゃん、趣味とか特技見つけたいって思ってるんですよね。趣味をお化け屋敷にして帰ろうじゃん。はい、じゃあ皆さんまず中で話、は、真っ暗です、一番前の方ライトをお持ちください。はい、ついてくる方ロープをしっかりと握って離れないようにお願いします。離さないでね。じゃあこちら左側のボードを見てください。はい、皆さんのやることは学校のどっかにこの焚き火があります。焚き火、はい、焚き火を見つけましたら、はい、焚き火の目の前にこのお札を置いて、はい、成仏してくださいと言ってきてください。はい、ね、成仏してください。はい、そうです。早く、じゃあ皆さんこのお札を持っていただきます。早く出口開けろ。お札なくしちゃいそう。はい、皆さんこちらの理科準備室で、はい、こちらある映像を見ていただきますので、なんで最後までご覧になってください。はい、はい、では始まります。はい、やばいやばい。虐待を受けていたちいちゃんは小学校で息を引き取った。はい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 、だだ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 だ。え、ま、本当に行くんですか？私映像全然見てませんよ。大丈夫、よし、行っちゃおう行っちゃおう。怖いよー、私も怖いよー。いやーいやーやだ。てかさ、なんか耳塞いでるとさ逆に怖いよね、なんか。もう無理、なんで。
い。やばい、ずっと震えてる。めっちゃ出てくるじゃないですか、こんな叫んで。次こっち、もうカメラマンさんは終わり？一人で進むんですか、ここから。一人？いや一人なんて無理に決まってんじゃん。ちょっと私もアグポンの立場だったらリタイアしてた。お前言い出しっぺだからお前一人で行けって多分私もなってた。いやでもなんかちょっと久々にこんなアクティブなことができて楽しかった。ありがとう。なんか付き合わせちゃってごめんね。付き合えなくてごめん、ね、いやまたチャレンジしよう。ちょっと次こそ克服しよう。ちょっとまたさ、最終回付近になったら呼んでよ、ゲストで。大西アグリのあなたにアグリー。